はい、次はですね、予想レジュメの7枚目になります。問題編ね。はい、こちらです。個別原価計算と総合原価計算の違いというですね、論点になります。はい。では行きましょう。まずですね、ちょっと皆さんにこれは半分、問1だけ解いていただいてですね、問いにはちょっと僕と一緒にやっていくんですが、ね、この問題、ね、まあ、概説のね、155ページの、説例6の1っていうのをちょっと僕ね、参考にさせていただいて、まあ、作った問題なんですが、ね、この問題はですね、基本的には、出てきたことがないです。ね、基本的には全然ないですね、これね。うん。で、ランクは高くないです、さっき言って。ね。ランク自体はそんなに高くはないんですが、ね。でもですね、ちょっと一回解いておかないと、何にもできないんで、ね。実際解説載ってますし、ね。うん。出てきても、まあ、目言えないというかね。概説解いてれば、一応ね、事前に解いてればですね、できるっていうタイプなんで、今からね、まあ、僕がこの予想問題の方に収録こうやってさせていただいたんですが、ね、やっぱり一回ね、解いとくと、まあ、できますんで、一回解いとくと全然難しくないんですよ。ね。でもね、やってないと何にもできないです、これ。ね。というタイプの問題なんで、ちょっと僕はね、今回ちょっと予想問題の方に入れました。ね。僕の、予想論点講座は基本的にこういうの多いですからね。うん、こういうの多いです。ね、うん、要するに一回やっとけば大丈夫なんだけどね、本試験でいきなり見たらはちょっと無理だよねっていう、ね、ちょっと難しいよねっていうやつばっかり僕集めたんですよ、予想論点シリーズはね。うん、ということでそのうちの一つですこれね。うん、ということで、こちらの方僕ピックアップしました。 OK ですかね。では次です。でこの問題ね、問1の方はねちょっとなんとかできると思うんですよ、頑張ればね。まあ、できなかったらもちろん後で僕ちゃんと解説するんで、それ聞いていただいて、できるならばもちろんいいんですが、ね。問1はね、ちょっとチャレンジすればですね、できる可能性が あると思いますが、ちょっとやってもらいます。で、問2の方は多分できないと思うんですよ、これ。ね。うん。これ、まあ、できたらすごいですよ、はっきり言って。いきなりできたらね。初見でね、問2の方が、ね、いきなりできたらね。これはもう本当すごいんで、まあそうですね。まあ、大げさじゃなくですね、まあ、なんだ、もちろん1級の方ね。チャレンジしていただきたいですし、建設業1級ね、もチャレンジしていただきたいし、まあ、その上の二所簿記1級とかね、うん、まあ、年齢にもよると思うんですけど、ね、まあ、比較的ね、年齢が、例えば20代、30代、まあ、20代かな、20代ぐらいでしたらね、うん、まあ、30代の前半でもいいんですけど、でしたらね、まあ、税理士会計士にチャレンジしててもいいぐらいのレベルだと僕は思います、個人的にはね。これ問いにがいきなりできちゃったらね。うん。ということで。まあ、ほぼできませんから、これね。いきなりだとね。うん。ということで、できなくても全然問題ないですけど、ね。でもね、一回やっとけばね、大丈夫な論点なんで、ね。うん。なもんでね、こちらの方ですね。僕の講座のね、方でですね、解説を後で聞いて、ちゃんとできるようになればいいですから、問2の方はね。うん。したがってね、一回ちょっとお時間差し上げますから、まず問1の方で、ね、一回やってみてください。もしね、じゃあ、ちょっとやってみっか、問いの方もやってみっか、チャレンジしてみっかっていう方はね、もちろんやってもらって結構ですよ。ね。うん、そんな感じでね、やってみてください。はい、じゃあ、各自始めてください。先ほどもね、言いました通り、ね、この問題だけでとりあえず結構ですから、ね、これ解説に載ってる問題がね、ベースにして、ちょっと僕作りましたんでね、この問題だけでいいですからね、まずね、この問題自体をですね、さっき下書き書いたように、ちょっとできるようにしていただいてですね、問いにね、特に問いにね、建設業警視の受験生の方、問いにね。問1の方は、まあいいと思うんですけどね。問2の方が多分ね、やってないとできませんからね。この、僕のね、講座で、マスターしておいてくださいね。うん。で、一応ね、理屈ですね。何のため、なんでこの計算やってんのっていうですね、理屈の方はですね、こっちの方に僕、たっぷりと喋りましたね。まあ、これは実は僕、日商 2級の工業簿記のね、講義と実は同じこと喋ったんです、これ。ちょっともうちょっと短めバージョンで喋りましたけどね。うん。これ、ほとんど一緒です。僕の日商簿記2級のね、工業簿記の。講義と一緒です。ということを喋りました。ね。そうするとね、なんでこういう計算やってんだってこと今分かったじゃないですか。ね。理解できたでしょ。ね。そんな感じでね、まあ暗記型じゃなくてね、僕は理解型がね、非常に重要だと思ってますからね。で、今後ね、建設業研修2級もですね、暗記型からね、理解型にね、シフトし始めてきてますから、今ね、取材傾向を見ますとね。うん。だからね、ちょっと今回はこの問題ピックアップして、長くはですね、ちゃんと理屈もね、お話をしました。はい。よろしいでしょうか。ね。ではですね、ちょっとね、最初は、うんってね、難しいっていう風に感じるかもわかりませんけどね。まあ、しっかりと復習していただければね、マスターできるでしょうからね。ぜひ頑張ってね、やってください。はい。じゃあ、今回ここで終わりにしましょう。はい。じゃあ、頑張ってください。